カニ釣りカニサイティングワールドツアー。「時は本能寺にあり、戦国の時代、明智光秀は言いました。そして時は流れ、令和、森部伝は言います。敵は自分自身の中にいる。ザ・カンツリ関西人ワールドツアー2022第2戦、カメプーフィッシングパーク。私実況新光雄と解説声高尾でお送りします。声さん、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。さて声さん、第2戦は森部伝選手苦手のプールカンツリですね。せやね、とにかくね、プールカンツリはね、狭くて浅い。ここをどう攻略するかやね。今日は水質はクリアみたいやけどね。なるほど、狭くて浅い、しかも水質はクリアということで、魚にプレッシャーがかかりやすいということですね。いやね、男やったらね、戦って戦い抜いて一匹でも多くのマスを釣ってほしいところやね。さあ、森部伝選手、カメプーフィッシングパーク初チャレンジ、ファーストキャスト。しかし魚からの反応は得られないようです。とにかくね、森部伝選手ね、ここはね、苦手意識を作らずね、もうピシッピシッと行ってほしいところやね。さあ、なかなか手強いカメプー。朝130分反応なしです。おっと、ここでファーストヒットはボトムルアーで釣れました。まあ最初ね、スプーンで攻めてたんやけどね、あんまりにも反応がないからね、切り替えたんやと思います。まあこれは良かったと思います。それにしても朝1からスプーンで釣れない、これはなかなか厳しい展開になりそうですね。小江さん、そうやね、思った以上に魚がスローみたいやね。まあそこをどうやって釣っていくかが腕の見せ所でもあるけどね。あーっと、ここでついに放流が入りました。放流があるんですね、カメプー。さあ、ここはチャンスやね。ハイバースト 1.6g の追い金で攻めてってほしいところやね。なるほど、どうしても狭いフィールドなので 1.6g 前後のスプーンが有効になるわけですね。ここで現地リポートが入りました。現地のロボミさん。はい、ロボミズが、今日はモリブレン選手、キリマンジェロコーヒーを飲んできたらってよ。しかし亀岡のラビト遠いな。滋賀県行くもんとあんまり体変、ほんで今日天気悪すぎと愚痴をこぼしていました。イエス、高須クリニック。さあ、朝一に飲んだキリマンジェロコーヒーは勝利への架け橋となるのか。おお、まあまあでかいマス釣れたみたいやね。これはポイント高いですよ。これは森部伝選手、ちょっと特殊な釣り方をしてますね。これはね、チビパニクラ DRSS のね、シェイク巻きをしてるね。これをね、シェイクして巻くことによってね、移動距離は短く、そしてアピールは大きくできるっていうやり方だよね。あっと、ここでハーフタイムになりました。午前中3時間の超過は22匹です。まあ普通やね。おっと、ここでまた大きな魚がヒットしたみたいです。そうやね、これはね、ルアーはね、蛍光ピンクのペピーノ MR やね。ペピーノはね、とにかくよく釣れるからね、もう見つけたらね、即買いのルアーです。もう初心者にも絶対おすすめです。なるほど、タフコンディションに抜群に効くペピーノですが、森部伝選手、それに頼らざるを得ないという状況でもあるわけですね。そうやね、ほんまはね、もうそういう最終兵器とか使わんとね、もっとね、スプーンでね、ピシッピシッと釣ってほしいところやね。もうそれこそね、アングリングファン呼んでね、またさらにね、それについてるビデオもね、もう1日に、ね、10時間ぐらい見てね、勉強してほしいところです。はい、ありがとうございます。声さんからのまたまた厳しいお言葉、森部伝選手、うつ病になったりしないかが心配です。そんなんね、これ式のことでね、めげてたらね、一流のね、ビッグプロにはなれませんよ。もうここはね、そんなんの、ね、言葉はねのけてね、ぜひともね、ビッグなね、アングラーにね、私は育ってほしいと思うわけなんですよ。なるほど、そこに愛はあるんか。これはもう声さんからの大きな愛で大きく見守っていると、そういうことなんですね。そう、もう Love and Peace All you need is love 愛こそすべて、愛こそすべて、本当にいい言葉ですね。そしてここで森部伝選手、規定の30匹をクリアしました。まあ初めてのカンツリで30匹クリアしたんやったら、まあよしとせなあかんかな。放送席、勝ちました森部伝選手に来ていただきました。森部伝選手、第2戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。カメプーフィッシングパーク、振り返っていかがでしたか？そうですね、今日はやっぱりね、出だしでつまずいてしまって、あとまあ途中でですね、ミノーで釣れなかったりとか、ちょっとハマった時間もあったんですが、まあ最終的にはまあクランクベイトの力を借りて、なんとかまあ規定の30匹も超えれたし、まあ1日50匹釣れたんで満足かなと思ってます。次戦以降、新たなる戦いへの意気込みを聞かせてください。はい、続いてまた転戦がありますから、まあ、強いカン釣りがあります。まだまだ手強いカン釣りがありますので、頑張ってやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
ボイルデン。ボイルデン、サインして。ありがとうございました。オリーブ店 TV。